はい、レオンチャンネルです。ヨドバシ秋葉にデラックスドン鬼退治が発売前に大量展示されてるということで、見てきました。5、6体ね、あったんだけど、はい、まず外箱のイラストがあって、ドーン!まごうことなきデラックス玩具。もうちょっと大人向け感が出ちゃうかなーと思って、心配してましたが、ちゃんとね、デラックス玩具っぽかった。今回バンダイが意識したとも言われてる海外の合体玩具シリーズのトボットとかも僕持ってるんだけど、その辺に比べてもやっぱね、日本的なイズムがしっかり残ってて、案外ね、これまでのデラックス玩具のイメージからそんな崩れてなかった。なんだけどプロポーションとかがとにかく良くって、この顔もさ、怒ってるね。で、分割したキジノさんが、キジロボ太郎が右側に顔としてドーンとはまってて、この手前があれだね、旗から剣になるやつね。真ん中にはロボ太郎がいて、そして左側には猿の顔があって、要は猿原さんのロボ太郎、猿ロボ太郎も分割するってことですよね。で、足はこんな感じになってるんだけど、各ロボ太郎は箱を横に乗ってて、ドンロボ太郎を、猿ブラザーロボ太郎を、鬼シスターロボ太郎とかは、こう、パーツ分割されてないんですね、下半身がね。で、犬キジとあって、で、すっごい大きい足首パーツになってますから、これは別でパーツがつくのかな?もともと変形前も足揃っておりましたが、このように上からぶっ刺さってる感じで、で、そこにそのままキとハルカがいて、犬の方はもうザ・デラックス玩具の犬のデザインって感じ。前足、後ろ足があって、それが畳まれてる感じ。ただ足首がこっちも大きいから、また鬼とはデザインが違うんだけど、別でつくのかなと。そして、他の場所にもこのように全体図がわかりやすく見えるものが置いてあって、剣を旗として、勝ちどきバタっぽくはめてるバージョンにもできると。で、一部パーツは肉抜きがあって、この辺はまあ仕方ないのかなと。まあ今回これだけ動いてでかくて、1万切ってますからね。で、裏側にロボ太郎の寄せた使わないパーツというか、カニみたいなパーツになっておりますが。で、横から見てもさ、細くないのよ。すごいマッシブ。いろんなポーズで展示されてましたけど、ほんとよく動くんだなって感じ。で、このように腰に手を当てて、威風堂々としたポージングなんかも、顔のこの押し出し感と非常に合っております。これでもね、5、6体展示してあったんだけど、どこにも予約受付中って書いてなくて、普段だと展示されてるこのすぐ横とかに予約受付中って大きいポップが貼ってあるんだけど、なかったってことは、これ今日5月17に見に行ったんだけど、リアル店舗ももう予約受付で終了してんのかな。オンラインとかだともう全滅っすよね。で、改めてやっぱ外箱とか見るとグレンラガンっぽさあるな。横にエンヤライドンとかあるとサイズ感わかりますけど、全長36センチとかだったっけ。かなりでかいね。これが5体合体なんだもんね。1万円切ってるって考えると、お買い得感あるし、この発売前からバンバンいろんなところで完売してるのが納得だなって思えるクオリティになってましたね。あとよく見たらちょんまげとかも、あの兜の後ろについてたりとか、ちゃんと和風テイストもしっかりありましたし、どーん、あの桃太郎ベースだから。で、僕ももちろん念のため予約しましたので、1体は確実に買えますので、本当はいつも通り複数体欲しいんだけど、今回はね、もう1人1元、一人一個までしか予約できませんよってことだったので、って感じで、かなり期待通りのデラックス合体玩具になっておりましたので、本当思った以上にデラックス玩具のイメージを崩さないまま進化してるっていう感じだったので、この辺はさすがバンダイの商品だなっていうのを感じましたね。もう本当早く遊びたい。ただ僕5月28とか、あれなんですよね。リエラで横浜行ってるんですよね。なんで、まあ買ってパッと動画撮ってすぐ横浜移動しようかなって思っておりますが。あと秋葉原でさ、グスマのイベントもあるからそれも見に行きたいんで、ちょっとね、買ってすぐ遊べるかなってところはありますけど、とりあえず事前に見てきた感じ、かなり
みんなが思ってた通りの出来になってるなと思いましたので、まあ一部ちょっと肉抜きがいつもよりあるかなって感じたけど、まあでもこの辺は触ってみてからって感じかな。ヨドバシ秋葉が近い方は一度発売前に見に行ってみてください。以上、レオンチャンネルでした。